これまでシンデレラチームと言われてきたフェニックス・サンズ。誰がこのファイナルのカードの1枚にサンズが入ると予測できたでしょうか。今回はそのフェニックス・サンズについて解説していきます。皆さんこんにちは。今回はサンズがなぜここまで強くなったのか、その要因を分析していきます。ぜひコメントで意見とかあれば教えてくださいね。ではまずは簡単な歴史から振り返っていきましょう。サンズの歴史振り返り。フェニックス・サンズは1968年に拡張チームとしてリーグに加わりました。チャールズ・バークレー、ジェイソン・キッド、スティーブ・ナッシュ、シャキール・オニールなど様々なスター選手がサンズに所属していましたが、優勝には一歩届かず、いまだに優勝経験はないチームです。そして2018-19年シーズン、ウェスタンカンファレンス最下位の19勝63敗に沈んでいたサンズ。しかしモンティがヘッドコーチになり、ウエスト10位の34勝39敗まで躍進しました。そして2020年11月16日、クリス・ポールがサンダーからサンズに移籍したことで、さらにチームは飛躍していきます。さらに今季ジェイも入り、ユタジャズに次ぐウエスト2位の51勝21敗、リーグ全体でも2番目に高い勝率を残してプレーオフに入りました。そしてプレーオフカンファレンスでは決勝にまで進みました。歴史はこんなところで、次は強くなった理由を見ていきましょう。好調なブッカー。やはりサンズが強くなった要因として欠かせないのはデビン・ブッカーの活躍でしょう。シーズンでも素晴らしい成績を残し、プレーオフでは22試合で平均 27.3 得点、5.6 リバウンド、4.5 アシストとモンスタースタッツを記録しました。またプレーオフ初選手の NBA 最多得点記録も更新しました。コービーメンタリティの継承者とも言われ、ネクストコービーとして注目度がさらに上がっています。しかし実は2021年の初め、1月27日にハムストリングを痛めてしまい、サンズの主力選手ということもあり、チームメイトもファンも肩を大きく落としていました。しかしそんな怪我からもしっかり復活し、より成長して帰ってきました。もともとオフェンスに定評のあったブッカーですが、今シーズンはディフェンスにも磨きをかけ、よりチームへ貢献するようになりました。そしてその成長はクリス・ポールにも認められて、ゲームメイクを任せられるようにもなりました。そうやってミッドレンジの怪物たちはコンビネーションを組みながら大暴れするようになりました。グリポの加入。そして彼の加入が一番の勝因ではないでしょうか。以前とある YouTuber さんが動画でおっしゃっていた通り、サンズのオーナーであるロバート・サーバーがサンズの弱い理由だ。なぜならお金稼ぎがメインだからだ。だからサンズが勝つにはフロント陣を気にさせないリーダーが必要だ。プラスコントロールできるガードが必要だ。勝ち方を教えられるガードがいる。アイデンティティを作れるガードがいる。つまりクリス・ポールで全て解決することができました。サンズが弱い原因を全て覆したり、以前サンダーを強くしたのも彼。彼の育成力や統率力、得点力には恐れおののきますね。まだまだ若手の多いサンズをまとめ上げることができたのは、オールスター選出11度、オール NBA チーム選出9度、オールディフェンシブチーム選出9度と殿堂入りも期待されるクリス・ポールのおかげでしょう。また彼は以前インタビューで、僕は天才というわけじゃなかった。むしろこの場にいるべき男でもなかった。2年間 B チームでプレーしていたことだってある。いつも楽しいものではなかった。常に努力しなきゃならなかったんだ。でもそのメンタリティを気に入っている。これまでもそうだったし、これから先も僕はそういう男でありたいんだ。これだけのキャリアでこの姿勢はサンズのチームメイトも思わずついていきたくなりますね。ユーティリティープレイヤーの多さと優秀さ。サンズには数多くのユーティリティープレイヤーが存在しています。フォワードにはダリロ、ミケル、イートワンモアがいて、パワーフォワードにはフランク、ジェイ、キャメロンと仕事師がなんせ多すぎますね。
特に今回注目するのがパワーフォワード陣。ヘッドのモンティも力を入れたポジションなんです。フランク、ジェイ、キャメロンの今季プレーオフの成績はなんと21ポイント、10.3 リバウンド、4.2 アシストでした。フロントコート陣が泥臭く体をぶつけ合い、チームを支えてくれているチーム。これは崩れにくいこと、この上なしですね。おかげでペイントエリアでの得点率がシーズン当初は27位でしたが、シーズン終盤には6位に上がりました。やっぱりペイント内で点を取ることでチームが安定し安心しますね。しんどい時に泥臭くペイントでゴリゴリしてくれたり、リバウンドからセカンドショットを狙ってくれるプレイヤーの存在は本当に大きいです。これだけ多くのユーティリティプレイヤーを揃え、ポイントゴッドのクリス・ポール、ネクスト・コービーと言われるデビン・ブッカー、そして安定感のあるルーキービッグマンエイトンがいる。ここに穴があるはずがないですよね。付け入る隙がなくなってしまいました。今季はネッツが優勝かなと思っていた方も多かったと思いますが、長い期間を見るとサンズは素晴らしいチームで、これが次に紹介する監督のモンティの策略だと思うともうゾッとしますね。ヘッドコーチモンティ・ウィリアムズ。2021年5月19日今季の最優秀コーチに選ばれたのはモンティ・ウィリアムズヘッドコーチでした。それまで昨年モンティ・ウィリアムズが就任するまで4年連続でヘッドコーチをクビにしていたサンズでしたが、さっきモンティが就任してウエスト最下位からウエスト10位の34勝39敗まで躍進させ、その嫌な流れも断ち切りました。そしてこだわりはパワーフォワードの起用方法。一般的に考えますと J をスタートで使いますが、モンティは違いました。カミンスキーをスタートで使うことで出場時間をシェアし、バックコート陣の負担を減らしました。そうすることで1試合を通して高いパフォーマンスをさせることに成功します。そしてとにかくコミュニケーションを多く取ります。今季初めクリス・ポールとはスクリーンのアングル、つまり角度まで細かく話し合うほどでした。ここまでチームのことを見てくれるヘッドがいれば、プレイヤーとの信頼も厚いに違いないですね。今季の NBA ファイナルはバックスに敗れてしまい、またしても優勝を逃してしまいましたが、失意に暮れることなく次の準備をしています。バスケットは 1on1×5 ではないことを気づかせてくれたサンズ。ガードがいるいないはバスケットであるかバスケットでないかくらいの違いがあります。強いメンタリティや統率力、技術、さらにカリスマ性を持ったクリス・ポールはチームを勝たせ、後輩を育てられる選手として評価はさらに上がっていくでしょうね。ぜひ来年はクリス・ポールがトロフィーを掲げているところを見たいですね。ではご視聴ありがとうございました。